漢方チャンネル。はい、西漢方薬店の西です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。生薬のことが分かったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で、説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっております。1分でわかる生薬解説、本日は別行になります。すっぽん科のすっぽんの甲羅を用います。別行細工に用いるのはウミガメの体米の甲羅なので、すっぽんの甲羅を土別行とも言います。別行は草亀の甲羅の基板と同様に、陰を補う作用と痙攣を止める作用があります。別行の方が熱を冷ます効果が強く、基板は血を補ったり骨や筋肉を強くする効果が強くなります。漢方の働きとしては、陰虚による長引く発熱に用いる補陰作用、熱病による痙攣や引きつりに用いる止痙作用、腫瘤などの塊に用いる小腱介作用などがあります。代表的な処方に、風邪の後に腸熱が続く場合に用いる柴胡別行湯、子宮筋腫なのに軽視伏量丸に翼胃人と一緒に加えたりします。ぜひ覚えてみてください。それではまた。